おはようございます。今日は2023年の7月の5日、時刻は、7時です。朝の7時です。阿寒丹頂の里で、仮眠を取らさせていただきました。それで今日の予定といたしまして、旅も後半に向かえたということで道南の方に進路を一気に向けていきたいと思います。金曜日の日に、函館からフェリーの予約を取ってあるんで、それの準備をしていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。してるな、キャンピングカそれでは出発していきたいと思います。道の駅阿寒丹頂の里、ありがとうございました。また来たいと思います。今回はね、丹頂ツアーセンター見ていきます。まあ一応年中向きなんで、一応丹頂のツアー見ることができるんですけど、国際ツールセンターは日本前に来たので、今回は早速行きたいと思います。バカバカ、今シムカップパーキングで休憩してるんですけど、そこで、シカバーガー、バカバーガーって書いてありましたね。で、鹿肉が入ってるらしいんだけど、そのバーガーを食べていきます。なんかね、カラスがすごくて、カラスがすごい人を襲ってるから、ちょっと車の中で食べます。でね、シムカップ村ね。で、鹿肉らしいだよ。これがね、なんか鹿肉らしいね。うまっ。鹿肉うまいよ。で、わさびも入ってんだって、山わさび。わかんない、こんな感じ。でね、わさびがピリッと効いてて美味しい。白老に到着しました。ウポポイ行きたいと思います。料金は5000円でした。ウポポイに向かいます。ウポポイ着いたよ。ああ、こっちが。だからあんまり重
いや、でも奥の方がいい、あのドアぶつけられるから。ああ、そうそうそう。ウポポイ平日だけど結構車いるね。結構遠いところに止めた車は。こういう感じでね、ドアパンされないように遠いところに止めた。入り口に向かって、あっちの方がね入り口だから、入り口側がやっぱ駐車場人気らしい、うん、ね。ああ、バイクの人も来てるね。入り口エントランス、確かに遠いな駐車場。こんな感じだね、ウポポイの全体像。あ、今ここにいるのか。全然初めて来たからね、回り方がわからないけど、まあ、何回か来るよだろうね、こういうのって。一回じゃあ、あそこも見忘れたとかいうのは出てくるんだろうから。1200円かね。ウポポイこんな感じか。ウポポイ ね、感じだね、入り口。ウーポイ入場券1200円だったね。5。こういう感じだね。なんかね、いろんな体験施設とかもねあるらしいね。今日混んでると思ったらね、別に混んでるわけではなくて、あの学校のね、なんか遠足みたいのがね重なってるね、いろんな学校の。イカラウシ工房、どこのことだ、イカラウシ工房ってね。ああ、ここか、4番。木彫りとかのあれか、体験コーナーか。ちょっと4番の工房行ってみようかね。体験か。なんかこの木彫り体験気になるな。とりあえず木彫り体験もしやるんだったら3時からだから一回回ろう。一回ぐるっと一周回らないとね、なんせ。これ1時15分から実演か、10分か。なんとなく分かってきた、アイヌコタンの回り方。方ね、チセっていうんだね。
感じの絵だったんだね。こういうのあるんだよね。二風谷にもこういうのあるよね。阿寒湖のアイヌコタンにも少しある上の方にね。学生がね、いっぱいいるね。やっぱ体験学習とかがあるから遠足とかにはもってこいなんだろうね、おそらく。小学生もいるし、中学生もいるし、いや涼しい、白老涼しい。白老何度なんだろう。白老はね、17度ね。ウポポイ全体が見れる丘がね、ここにあるんだけど、ずっとこんな感じで見れる。あっちの西エリアってとこから、あ、東エリアってとこから回ってきたんだよね、自分は。で、こうずっと来て体験があって、着付け体験がこの辺かな。そんで、博物館があって、でこれがね、なんか踊りとか見れる舞台らしいんだけど、まあこれも全部ね、時間で決まってるの、何時から始まりますよっていうので、こっちが体験学習だからね。回り方としてはね、少し分かった。ここの体験は何時からっていうの、その時間に合わせて歩いていく。例えばこの踊りの踊りは3時半からですよとかで、木彫り体験は何時からですよっていうのを、まあ予約じゃないけど、それを見ながら歩いていくの。だからできればウポポイ来る時にはね、1日取った方がいいと思う。半日とかじゃなくて、自分今回半日だったからちょっと全部回りきれないけど、まあこれは何回か来るようだろうね。全部はちょっと回りきれない。今回着付け体験っていうのをやったけど、その着付け体験っていうのもね、今後有料になっちゃうかもしれないから、今実験段階だから、今は無料ですけど、そのおそらく有料になっちゃいますよみたいなこと言ってた係の人がね。一応そういうこと。ウポポイの全体像はこんな感じ。ドーム型スクリーン映像体験、カムイアイズ、多分すごいなこれ。うん、こんなカプセルの中に入るらしいね。2時、ちょっとこれ入っていこうか。上映中、入室できません、だって。はい、カムイアイズ、アイヌの神、カムイね。
楽しみだねこれね。あと5分ぐらいしたら始まる。こんな感じなんだね。よし、ちょっと待ちましょう。カムイアイズね、今見てきたけどすごい良かった。うん、ドーム型のね机みたいなところで見るんだけどすごい。でね、自分がね、あのカムイになった、神になったつもりで見てるとすごい臨場感あるし、うん、いろんな、ここはいろんなカムイの、カムイとか、アイヌとかのつながりとかそういうのを勉強できるところなんだね。いろんな神がいるんだ。面白かった。博物館入っていこっか。よし、博物館入っていこう。今ね、この伝統芸能上演っていうのを見てきたんだけど、そんで演目がね、シノっていう伝承の形っていうらしいんだけど、でね、これね、先住民族アイヌの多様な文化の伝承と復興に取り組んでいますっていうのがね、よくわかる。うん、忠実にね再現されててね、すごい良かったね。このね、この踊りも良かった。ムックリっていう踊りも良かった。うん、これもねすごい迫力あったよ。頭をね上下にやってね、髪の毛がボン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 上がるの、このムックリってやつは。うん、ムックリね、ムックリが一番結構、いや、まあでもいろんなのがあったけど、なんせね、一回来て、あの目で見て体感してほしいと思います。以上でした。レストランもあるのね。フードコートイペウシで、一応ね、ウポポイの中での公用語はアイヌ語なんだって。だからアイヌ語で喋れる人はアイヌ語で喋っても、スタッフに喋っても通じるってことよ。うん、一応みんなスタッフの人は勉強してるんだって、そういうのね。いやー、ウポポイすごい良かった。カムイとね、アイヌのことがよくわかる空間になってるね。うん、また北海道を寄ったら来たいと思います。そんでね、いろいろね体験できる場所があるんだけど、全部はやりきれないから、行く前にね少し作戦立てて、何かに絞ってきた方がいいと思う。木彫り体験なのか、踊りを見るのかとかね、なんか絞った方がいいと思う。丸一日朝から晩までいるよっていう人は平気なんだけど、ちょっと時間に制限がある人はなんか的を絞ってきた方がいいと思います。はい、それではウポポイありがとうございました。楽しかったです。
じゃあ車に戻って帰りましょう。ありがとうございました。